高千穂公益株式会社様の会社説明を始めます本日は代表取締役社長執行役員井出貴信様にお話をいただきますそれでは井出様どうぞよろしくお願いいたします代表取締役社長の井出です本日はご視聴いただき誠にありがとうございますまず本日の説明会でご注目いただきたい箇所を3つまとめています 1>, 1つ目は技術力が強みである技術指導者であること2つ目は物売りから事売りへの事業変革を進めており収益率の向上に取り組んでいるということそれと最後に資本効率性の改善のために ROE3K 平均8%を達成するまで配当成功100%を維持するという方針をとっていることです。 この後詳しくご説明させていただきたいと思いますここから目地の順番に沿って進めていきたいと思いますまず会社概要になります高千穂交易はエレクトロニクス機器に技術的な付加価値を加えて提供する技術商社ですエレククトロニクス機器とは スライド右下にありますが万引き防止システムや監視カメラ半導体などのことを指しています当社の設立は1952年になりまして現在創業から71年となっています本社の所在地については四ツ谷にあって従業員数は単体で今243名連結で500名弱となっています 次に事業の概要についてご説明します。現在事業セグメントはクラウドサービスサポート、システム、デバイスの3つに分かれています。まずクラウドサービスサポートではクラウドサービスと保守の事業、この2つを行っています。こちらは前年度よりシステムセグメントから切り出しました。その理由ですが、現在の中継計画で 収益性と安定性の高いクラウドサービスと保守を注力事業として位置づけ、まあ、さらに伸ばしていきたいと、そういった戦略をとっていることによるものです。昨年度の売上構成費は10%ほどになりますで。次にシステムでは、主に万引き防止システムや監視カメラなどのセキュリティソリューションを提供しております。 昨年度の売上は40売上構成比は41%ほどになります最後にデバイスになりますが半導体や機構部品を取り扱っております昨年度の売上構成比は49%ほどほどになります次に当社の強みになりますが商品の目利き力技術力それと顧客基盤この三つだと いうふうに考えておりますでまず1つ目の目利き力になりますが当社はこれまでお客様の潜在的なニーズをつかむことで世界の先端商品を発掘して日本仕様にカスタマイズすることで日本初となる製品を数多く導入ししてきましたこの目利き力によって競争力のある商材を取り扱っていることが、まあ、当社の強みだと考えています。 具体的にはこちらのスライドにあります万引き防止システムやスライドレールなどが挙げられます、まあ、この中で目利き力が分かりやすく表れているものとして真ん中にありますリモートアクセス機器こちらについて少し説明させていただきます当社はまだリモート勤務というものが一般的でなかった2002年にいち早くこの商品をですね発掘して販売を開始しています まあその後コロナ禍で中小企業にもテレワークが広がったということで現在は主力製品の一つとなっております。で2つ目の強みは、えー、技術力になります。まあ、当社は技術商社としてただ物を仕入れて販売するだけでなくて、えー、充実した技術サービスを提供できるこれが強みになります。まあ、これがまあお客様から選ばれる理由になっているということになります。えー、この強みの源泉ですけども 当社全社員の40%以上を占めるエンジニア系の技術社員となります具体的なサービスの内容としてはコンサルティングからお客様の使用に合わせた開発設計設置アフターサービスまでをワンストップで行っておりますこれは商社としては珍しいというふうに思っておりますでまたサービスもについてはこちら図にあります全国 300箇所にありまして、自社で運営しているコールセンターでは24時間365日の対応を行っています。で、三つ目の強みは顧客基盤です。当社にはまあ創業から70年間、多くのお客様と取引をしてきた実績があります。現在のお客様の総アカウント数これは2万5千ほどになりますが、この 安定した顧客基盤は当社の財産の一つだというふうに考えておりますでここからは事業セグメントの詳細をご説明させていただきますまずクラウドサービスサポートについてですけども補修事業とクラウドサービス事業を行っております補修事業ではシステムセグメントの製品である万引き防止システムや 入退室管理システムなどのアフターサービスを行っておりますで次にクラウドサービス事業ですが主力は MSP サービスというものになりますこの MSP とはマネージドサービスプロバイダーの略でしてクラウド製品の保守や稼働監視を当社にアウトソーシングができるサービスになります対象商品は現在シスコ社のクラウド型無線 LAN になります こちらの機器代とクラウドサービスのライセンス料で保守料この3つをまとめて月額で提供しております MSP サービスの利用イメージは写真の下の図をご覧くださいこの図のようにお客様からこちらのサービスを導入することでわずわらしいシステムの設定や稼働監視をお客様に代わって当社がクラウド上で実施することができますこれによって 社内の情報システム部門に専任者を置けないようなお客様の場合でもシステムを安定して稼働することができますしよりコアな事業に人材を投資することができるようになります。精進化のニーズをしっかり捉えたサービスで現在中小企業のお客様を中心に販売が伸びております。また他には下の写真にあるベルカダという製品を取り扱っています。 こちらも精進化を実現できるクラウドサービスでして入体室管理システムや監視カメラなどをクラウド上で一元管理することができます。で次にこちらのグラフは先ほどの MSP サービスの契約状況の推移になります。2015年にに、ね、販売を開始ししてて順調に契約数が増加して 2023年の6月の末には17,248ライセンスとなりました。月次の解約率これは0.42%ということで非常に低い水準だと認識しています。セールスオフ社の s a ズ s 創業者向けのスタートアップガイドによればですね月次の解約率これは1から2%を目指す必要があると説明していますので 解約率としては当社のサービスというのは合格点であるという認識でおります。で次に2つ目のセグメントシステムについてご説明します。こちらのセグメントは主な販売先を業界ごとに3つのサブセグメントに分けております。まずあの右上のリテールソリューションについてですけれども これは業業向けの事業になります。主力製品は万引き防止システムでしてお店の入り口で見かけた方も多いかと思います、まあ、昔からですねある製品ですが近年ではプライスタグにですね IC チップを組み込んでということで進化をかなり遂げております、まあ、従来はゲートを通過すると警報が鳴るだけでしたが、まあ、この RYD の技術によって 個別の商品ごとに識別できるようになりますし棚卸しなどにも今現在活用されていますこちらは大手のアパレルのお客様でも採用が進んでおりますその他監視カメラやその映像を利用した顔認証システムなども当社扱っております近年顔認証システムの需要は非常に高まっておりまして用途としては万引き常習犯の入店 の検知でであったりとかですねカスタマーハラスメントの対策として店員ののの安全を守るためのシステムとしてて利用が増えております主なお客さんとしては総合スーパードラッグストアアパレルショップなどになりますけれどもこちらの万引き防止システムと監視カメラについてはドラッグストアについてはシェアは当社が一番ナンバーワンというふうになっております。 で、次に右下のビジネスソリューションについてですけども、主にオフィス向け、あとデータセンター向けの事業となります。敷地内の出入りを管理する入体室システムや、あと監視カメラ、あとネットワークシステム、このあたりが主力製品になります。ビジネスソリューションについては外資系企業のお客様が多く、実際に外資系企業のオフィス向けの入体室管理システムのシェアは当社が一番と。 ナンンバーワンとなっております、まあ、この理由ですけども外資系企業のお客様は世界中の拠点で同じ同一のセキュリティシステムを採用するということでここれはのセキュリリティポリシーの世界統一とということになります、まあ、当社は入体室管理システムの世界のトップメーカーを長年取り扱っているということもあってですねお客様が当社を選んでいただくことが多くなっております。 で最後に、えー、左下のグローバルですけどもこれはの東南アジア向けにタイ、えー、シンガポールにある子会社で防火システムの設計あと販売インテグレーションを行っております、えー、システムセグメントの強みは、えー、ワンストップで提供できる技術サービスとなっております、えー、当社はただ、えー、ものを仕入れて販売するのではなく、まあ、例えば、えー、大規模なデータセンターの建設などでは 敷地内のどこにセキュリティシステムを設置するかの提案であったりどういった手順で設置工事を進めるかといった、まあ、プロジェクトマネジメントなどもお客様に提供を実施しております。これらによってですね他社とも差別化され当社を選んでいただく理由という,うになっております。また長年提供している製品も非常に多くてですねこれまでの導入の実績から豊富なノウハウがあるということも 当社の強みになっております次にデバイスセグメントについてご説明しますデバイスはですね2つのサブセグメントに分かれておりますまず左側のメカトロニクスでは機構部品の事業を行っていますこちらは製造業向けにですね主に国内製品を扱っていて一部は自社開発 をしていることが特徴となります左側のですね、写真のスライドレールはですね、複合機のコピー用紙が入っているトレーであったり、ATM の紙幣ですね、これが入っているユニット部分などに使われております。この ATM やこの複合機に使われているこの一部の機構部品については、このシェアについては、当社が一番というふうになっております。また右上にありますスパイラルシャフト。 という製品は、スマート遊戯機に採用されています。メカトロニクスの強みは開発力にあります。お客様の使用に合わせた製品の開発であったり、複数の製品を組み合わせたユニット製品、これを企画開発するなど、当社独自の付加価値を加えてですね、このあたりが特徴というふうになっております。 で次に右側のエレクトロニクスについては半導体、電子部品の事業を行っております。主に海外製の半導体を日本の製造業のお客様向けに提供しております。用途別で一番多いものは半導体製造装置や通信関連機器などの産業機器向け、これが40%ほどを占めていまして、他にもプリンターカーナビのマイクの 部分にも当社の扱ってている製品が使われております、えー、エレクトロニシックスの事業の強みなんですけれども、えー、パワー半導体やシリコンマイク、えー、など特定の分野で、えー、トップクラスのシェアを持つメーカーの取り扱いがあることそれと自社でですね、えー、ラボを持っておるんですけれどもここでですね実際に稼働、えー、動くかの検証であったり 外付けの部品のアドバイスなどをお客様に技術サービスとして提供できしているといったことが挙げられますセグメントの説明は以上になりますここからは業績の推移についてご説明しますこちらは下から売上高営業利益 ROE のグラフになります 右側の2つについては今期と来期の計画値となっております2019年の3月期と2020年の3月期については2014年に買収した子会社ののれんの減損これが影響したことで ROE も低下している状況でした2021年の3月期にはコロナ禍で事業ごとにプラスマイナスの影響があってですね 結果として前年とと同程度の水準となっておりますプラスになったものはリモートアクセス機器などのネットワークシステムマイナスとなったものはタイのロックダウンの影響を受けたグローバルの防火システムなどになります。で2022年の3月期と2023年の3月期は半導体需要が高まる中調達をしっかりできたことでですね デバイスセグメントが新調しましたまた MSP サービスもですね、精進化の需要をしっかり掴んで業績に貢献しております現在の中継計画では収益性の向上それと資本効率性の改善に注力して2025年3月期には売上高260億円営業利益が20億5000万円 ROE こちらは10%これを目標にしておりますでこちらは直近の2024年3月期の第一四半期の決算のサマリーになります売上高は前年同期比で22.2%増営業利益は52.3%増と好調な業績となりました 増収増益の要因としてはポイント3点ほどこちらに挙げております1点目はデバイスセグメントのエレクトロニクス事業こちらで前期末の受注算をしっかり取り込みが進んだことに加えて新規の代理店契約の効果によって大幅に増収となっておりますで2点目についてはクラウドサービスサポートセグメントの MSP サービスでライセンス数が順調に積み上がって 安定収益であるサブスクリプションの収入が増加いたしました最後にシステムセグメントのリテールソリューションではインバウンド需要などで好調な市場のお客様向けの販売がしっかり伸びてですね増収となっております業績の説明については以上となります ここからはですね、現在進行している中期経営計画について概要を説明したいというふうに思います。現中継は前年度から開始して現在ちょうど2年目というふうになっております。数値目標については左の表にありますように最終年度に売上高が260億円、経常利益は20億円、 当期純利益は14億円を設定しております。で、アロイについては10%を目標にしております。で、事業戦略、資本戦略、ガバナンスにおいて各種取り組みを進めていますが、本日は星印ですねがついている項目をこの後のスライドで説明したいと思います。まず事業戦略、サービスビジネス。 の成長についてご説明しますクラウドサービスのサポートセグメントは営業利益率は平均して20%ほどになりますが他のセグメントと比較しても高くなっておりますまたサブスクの携帯を取っているサービスが多いことから安定性が高いということが特徴になりますこのセグメントの成長に投資をして伸ばすことで会社全体の収益構造を改善すると いうのがこのサービスビジネスの成長という戦略になります中継最終年度の数値目標としては全体に占める売上比率を15%超営業利益比率を44%と設定しておりますこの目標を達成するための方策として大きく2つ掲げております1つは MSP サービスのさらなる成長となります 具体的には効果的な代理店制作や新規代理店を増やすことでさらにライセンスを積み上げていくことになります。また現在 MSP サービスの対象製品はクラウド無線 LAN となっておりますが他の製品もですね MSP サービス化してサブクスクの収入に転換させていきたいというふうに考えております。加えて解約率については現在低い状況ですけれども 今後も安定して低く抑えることができるように、顧客満足度の向上につながる取り組みを実施していきたいというふうに思っております。でもう一つは新サービスの開発になります。現在当社はスマートオフィスをコンセプトに B2B 向けのプラットフォームを開発しております。右の下にですね、イメージ図がありますが、このプラットフォームを利用することによって え、監視カメラなどのフィジカルセキュリティと、え、ネットワークセキュリティ、これを一元管理することができるようになります。え、精進化のニーズをつかんだですね、え、サービスだと考えておりまして、え、こちらのサービスで、クラウドサービス事業のさらなる拡大を狙っております。え、次に人材育成、え、人材投資についてご説明します。え、まず人材育成ですけれども、え、当社では、 動画教材サービスを取り入れてリスキリングの定着を図っております最近では資格取得時の奨励金制度を改定しました対象資格を約2倍に増やしてですね奨励金の額も増額しております人材投資で特徴的なものとしてはもう一つ従業員持ち株会の奨励金を50%支給していることが挙げられます えー、奨励金50%の例ですが、えー、従業員の給与から1万円転引きした場合、えー、会社がその50%にあたる5000円を付け加えてですね、1万5000円分の株を購入することができます。えー、他社では5%か10%のところが多いと聞いておりますが、まあ、思い切った取り組みというとことを思っております。え、これは福利厚生の意味に加えてですね、中継の達成に向けて、 社員が自社の株を持つことで経営参画意識、こ,のこれを向上させる、これを目的としております。次に資本戦略についてです。当社では財務健全性を総合的に勘案した上で資本効率性とバランスシートの改善に向けた資本政策をとっております。新たな企業価値創造ということで ROE が3期平均8%を超過することを数値目標として設定してその実現に向けて収益性の改善自己資本の積み増しの抑制によるバランスシートの改善を行っています。自己資本を積み増さないために ROE3 期平均8%を超過するまでは配当成功100%これを維持する方針としました。 最後に株主歓迎についてご説明します。まず配当です。先ほどの資本戦略のスライドでもありましたが ROE が3期平均8%を達成するまでは配当成功100%を維持するという方針をとっております。この3期平均というのは現在の中継を開始した2023年3月期以降の3年間で計算していますので どんなに短くても2025年の3月期までは配当成功100%を予定しております。現在進行している2024年3月期については、連結業績予想を当期純利益12億4900万円と計画しておりますので、配当成功100%で計算すると年間配当は137円になる予定です。137円の内訳ですが、 中間配当を53円、期末配当を84円で予定しております次に株主優待になります当社では3月末時点で100株以上保有の株主様にお米ギフト券を贈呈していますお米ギフト券の枚数ですが保有株式数に応じて決めておりまして 100株以上200株未満では2キロ分200株以上300株未満で5キロ分300株以上からは10キロ分になっております予想利回りは9月14日の終わり年3,250円株数300株で計算しますと株主優待を含んだ場合は4.67%となっております 当社からの説明は以上になります。ご清聴ありがとうございました。井出様、ありがとうございました。この後、井出様と和島さんとの対談、そして Q&A のお時間となります。井出様、おうれ様でした。どうもありがとうございました。まず、あのいただいてる質問からお答えいただこうかなと思うんですけど、はい、えっと事前にいただいてる部分ですね、はい、セグメント別の繰り上げ営業利益でシステムだけが乗り上いの計画になっている、はい 理由、そして、えっ、ー、と、全体の中でのシステムの今後の位置づけを教えてくださいということなんですけど、はいかがでしょうか。あの、こちらはですね、おそらくあの中継の最終年度のセグメント別の計画に対するご質問だというふうに思っております。えー、売上高は減収の計画なんですけども、ただ営業利益についてはプラスの計画をしております。システムの売上の計画、減収になっている理由は、まあ、二つありまして、 まあ一つは物売りから小通りにリソースをシフトしているということ。うん、それともう一つは防火システム事業。これグローバルでタイの事業ですけども、うん、こちらの計画を抑え,えているというところがあります。で、前社の物売りから小通りへの事業変革ということで、実際にですね、あの人員もです、ね、こうシフトしてですね、うん、えやっておりますし、えー、投資もかなりえやっているということで、 でこの辺りのビジネスを、えー、クラウドサービス、あのサポートの方にシステムからシフトさせているということになります。ただ物販であのシステムの方は売り上げ規模を上げているんですけども、まあ、これをよりです、ね、複合提案をすることによって、まあ、売り上げ重視というよりは利益重視の、はいえー、ビジネスにしていくということになるという,うに思います。あとあの、後者のグローバルなんですけども、はい、これはタイの事業がです、ね、メインなんですけども、 まあご存知のようなのは、大政権のですね、はいはい、状況によってあの建設がかなりストップするのですね。なはい、かなりこう不安定なあの状況でして、直近の計画はまあ低くまあ抑えるというような、えー、状況になっております。まあ、ただ、えー、東南アジアの電力需要というのは底堅いものがありますので、はいはい、それと今現在ですね、大政権も落ち着いてきているということもあって、今後は伸びていくというふうに予測しております。 であとあの、最後、システムの今後の位置づけということですけども、えー、クラウドサービスサポートを成長させるためには、まあ、重要な、えー、セグメントに置いております。まだ最初にシステムを、こう、販売して、まあ、販売した後にですね、これを、こう、MSP 化する、はい、サービス化するっていう、まあ、ある意味、システム部門がきっかけとなった、きっかけとなる、えー、ビジネスのスタートラインということで、重要な位置づけとして、えー、当社は置いております。はい。 ちなみにあの、はい、現地のタイというのはもう少し好きそうにはな、はい、雰囲気なんですが、すね、なかなか私は見ていると、かなり政権があの変わって、しっかり変わって、今はかなり落ち着いているという状況になりますので,<ー>で、やはりあのそういう背景もあって、今、案件もです、ね、かなりこう大型の電力系のです、ねはい、そういった案件も今、実際に出ていますので、<ー>あの少しこ以前よりは。<laughs> ご安心して今事業を見てられるっていうような状況になります。まあ、それはね、やっぱり現地のね、お子で担当のことこそど、はい、っていうことだと思いますが。はい、えそしてもう一つ、これも事前にいただいてます。はい、あの、まあ、今、ご説明の中でもいただきましたけれども、ROE3 期平均8%達成までは、配当成功100%の方針ということで、えっと、これ実際に300株を保有されている株主の方だそうですけれども、はいはい、8%達成法の配当政策がどうなるか、不安を持ってます。はいはいはい その後の配当政策に何ら、何らかの示唆があればと思ってます。うん、そうですね。あの、現時点ではですね、うん、あの、実際にこう三年、まあ、8%の後、はい、どうするかというのは決定してないんですけども、まあ、今後、えー、こ,んあのこのあたりは議論する形になるというふうに思いますけども、まあ、決定ではないですけども、まあ、業績をもしっかり伸ばすことで、はい、まあ少なく、少なくとも配当額は今と同じレベルに。うん 持ってまあこれは理想の形かなというふうに思っておりますし、まあ、不安ということですけども、しっかり業績を上げることでですね、なんとかこの不安を払拭したいと、払拭したいなというふうに思っておりこれ、改めましてございますけどこの、そもそもこの3期平均8%までは100%っていう、これを導入しようと思われた経緯っていうのは、どういうことなんですか。れあの当社のずっと課題でもあったんですけども、やはり資本効率性。 の向上ということで、はいはい、やはりあの今までやってなかったですね、しっかり株主の皆様に還元するということをです、ね、しっかりせあの戦略に掲げて、ですね、まあ、そ,のその際にやはりまあ思い切った、しっかりこ,うこれ以上、はい、まあ自己資本を積み増さないという、ね、なるほど意思をですねあの市場に見せて、まあ、そこが100%。 あであったということになります。なるほど。はい、であの、あとは、まあ、きょ今,日今あの、お話いただいているあたり、えー、中でいただきました、はい、えっと、万引き防止システム、監視カメラのドラッグストアや外資系オフィス企業の支配100%パー、はい、ナンバーワンということですけど、ね、今後、開拓して伸ばすターゲットはどうですか、はい、的な話が。はい、あそうですね。はい、あの、やはり、このあたりの事業っていうのは、まあ、既存ずっと長く、当、まあ、社がやってる事業ですけども、はい この万引き防止、あと監視カメラ、またドラッグストアもそうですけども、まあ、外資系、こういったシステムのこの事業というのはさらにですね、今以上にですね、あの投資をしてですね、よりこう大きな事業に成長させたいというふうに思っております。うん、まあそこと並行して、まあ、それに関連するこういったシステムからこう保守事業であったり、はい、MSP のサブスクのビジネス、こういったところにつなげていきたいと。 いううふに思っておりますお話聞いてて思ったんですけどこれ万引き防止システムの写真見た時にああれかと思ったんですけどあれが結構進化してるんですかなんかそうですねピッてなるだけじゃない今アパレルのお客様に結構かなり導入してるんですけどもプライスタグですね服についているこうタグここにも IC チップが内蔵されてますのでそれを通過すれば読み取ればですね製品番号であったり色サイズ まあこれは棚卸しのデータともつながったりとかですね、<ー>かなりこう高度化、進化を、えー、してますね、今は。だから、京都、はい、話、こういうのがちょっと、はい、盗まれやすっぽいですよみたいな話が分かるっていう話になってくるもちろんそうですね、そういうデータもそうですし、のの IC のチップのデータを拾えばです、ね、売れ筋商品だけでなくて、逆に売れない商品であったりとか、お店のです、ね、棚出し、棚入れ。 こうい実際それがアパレルに先入ってるとておっしゃいましたけだいぶやっぱこのアパレルさんのニーズは高いです,かいですねまずあのトライアルで、まあ、最初はこうあの入れていくんですけども、はい、そこで効果が出れば、はい、あの多店舗展開例えばロス率であったりとか万引きもそうですけどもはい、はい、内部不正もありますしはい、はい、そういったデータをしっかりトライアルの間にデータを取得して 効果があればこう展開していくというようなやり方ですね。は,<ー>はい。あとそれとあのさっきの写真の中でも、はい、あの顔認証システム監視カメラってはい。はい、すすいませんこれで、はい、どこ店のどこについてるんですか。これあ店の出入り口にあそうなんですか。多くは店の出入り口ですね。<ー>であのそういったこう万引き常習犯のデータというのは店舗内店舗で共有してますので、はいはい。そこ入ってくればパッとわかると。 まあ店員にこうう知らせるるような、まあまあ、気をつけるアナウンスですね<ー>そういったものをこう共有データをあのアナウンスを共有して、まあ、しっかりこう監視するっていう体制が、まあ、店舗今小売店舗の中では、はい、あの通常の,あのシステムええもう通常なんなですか進ん ありましたけど、やっぱカスハラもちょっと問題ですよね、業員のの方になるやはりですね、ちょっと嫌なお客さんもいらっしゃるんですよね、スタッフいじめっていうんですか、神様怒っちゃう人がいますからね、なんかよく家電でよくありますよね、価格を落とせと、あそこのお店はこうだったと、それがずっと続いてですね、そういうのは常習化してますので。 まあそういった方をしっかりこう捉えて、お店で監視しているということですね。それはちゃんと証拠として残れば、いろいろ対応もできるって話ですね。あと、これ、あの、えっと、ちょっと今の質問と大丈夫かな。あの、外資系のオフィス、あ同じですね。はい、あの、これも興味深いですけど、外資系のオフィスって、世界で、だから、同一のシステムを、はい、そうですね。そうかと思いましたね。もちろん全てではないんですけども、はいはい まあ日本に進出しているような大手の金融系のお客様であったりとかメーカーさんっていうのはもう大体ワールドワイドで、まあ、どこのし拠点もですね同じ入隊室の例えばシステムであったりとかカメラのメーカーもあの同一でこうつあの使っていたりとかですねでサーバーはもう本社で例えばアメリカであればアメリカで管理して例えば日本の拠点っていうのはサーバーを置かないで全部運用管理はもう あの、本国で、本社でやってるっていうパターンが多いですね。はい、確かに、あの、はい、いや、伺ってと思ったのは、はい、全部確立化してしまえば、運用もらおうと、ね、特に、ね、はい、日本はこうで、そうでねね、アメリカがこうでみたいなことやってたら、はいそね。そうです。日本は、日本の企業っていうのはまだそういったもん、そういったところで、あの、ポリシーが統一されてないパターンが結構多くて、海外と例えば国内は全く違いますよね。はい、海外ではローカルのシステムで運用して、 国内はしっかり同じシステムというのは入るんですけど海外と国内は全く違うシステムが入っているパターンが多いですね。はい、であのだから御社としてはこの、はい、そういうところに強みのある製品を扱っていることが、はい、まあ逆に言うと強みになっているということにこれ日本企業は同じようなことしないんですかね。あの日本企業はですね <laughs> あまりこうや今はやってないですね。海外でののグローバルの 展開というのはあまりないですね。<ー>例えば日本の、例えば入隊数システム、あの日本の会社を採用し,しますよね。<ー>海外では、例えばあのアメリカでじゃあ運用できるかというと、運用できないですよね。まあ、同じ、日本のシステムになりますんで。なるほど、はいまあ。そういう意味では。そうかそうか、危機が、これじゃないとダメなわけなですね。そうですね。はい。へえー、これはなかなか興味深いですね。すねはい、えっと、そしてちょっと次に行きますが、はい、えっと、 競合コンピューターですから私もちょっとこれなんか、はい、伺いながらどうかなというふうに思ってたりはしたんですけど、はいはいはい、これはですねあのよくあの聞かれるんですけども、はい、あの答えづらいところもあるんですが、まあ、正直言いまして当社はですねここが競合だっていうふうにはっきり断言できるような競合がないっていうのがですねああ、まあ、逆に強みになるんではないかなと。はい、と,というのも、まあ、先ほどあの紹介させていただきましたようにあのいろんなセグメント全く違うセグメントですので。はい まあそれを複合でこう運用、運営してる会社さんというのはあまりないですね。うはいです、ね。なかなか。はい、なので、えっと、だから、まあ、場合によっちゃこの事業はどっかとダブるかもしれん。そうです、ね、かブるかもしれん。でも、はい、全体として見ると、ねはい、あのまあ、とにかくない。ええ、まあだからそれは、だから要は、オンシャンがいろんなことをやっていることも強みみたいな話、ね。はい。 例えば半導体商社だけを見るとあ、はいはい、もちろん半導体商社がたくさんありますので、はいまあ、そこで、まあ、取り扱ってる製品のこう競合競合でないという同業とかですね、はいまあ、そういうのはあるんですけども、はいまあ、会社全体の競合ってなると、えーまあ、ある意味ないと。 言えるかというふうに思っております。なるほど。えっとそれとあともう雑迫な質問てももうもう大事ですが、多分為替の円安だとか物価の高騰、まあちょっとまあいろんなあのこうファンダメンタルいろいろありますけど、そうですね。ざっくりこの辺というのはどうですか？物価は確かに高騰してますし、あの仕入れ価格も実際に上がっております。まあ特にあの当社の輸入商社。 ですので、はい、今、仕入れの約半分がですね、海外仕入れということで、まあ、ある意味円安の影響を確実にまあ受けていると。そういった意味ではあの、利益率というところでは非常にあの厳しい、えー、側面もあるんですけども、今はあの仕入れ先とももちろん交渉してますし、あのお客様にもあの転嫁できしていただけるところは転嫁してですね、 あの、価格に反映させて、何度か今、あの、こういった業績を維持しているというような状況にあります。業績がもう好調なんていうことは、まあ、うまく、ニーズもあるから、展開してもいけるみたいな話にはなってるということです。ねそして、ちょっとえ私のこちょっとお伺いしたいのは、この先ほどの MSP ですね、マネジメントサービスプロバイダーというのまあ、これが着実に伸びてきていて、まあ、今、サブスクみたいなでで、さっき、解約率が0.4人って、 戦争数で1から2ぐらいに抑えとけばんじゃないかみたいな話なのが、ねはい、この、このなんと0.42に収まってるっていうのは、これやっぱ本社の総合力って話なのそうですね、あの、先ほどちょっとあの話させていただいたように、運用管理という面であのしっかりあのセンターを当社、社内の本社の中ですけども、置い,、はい、いてですね、24時間365日運用してますし、えーまあ、当然あの、技術系のエンジニアと、 そういったそういう運用管理をしている、はい、あのメンバーで、まあ、いろんなあの状況のこうリアルタイムなこう情報共有であったりとかですね。場合によっては、ここが、例えばお客様のここが非常に弱点だといった場合には、まあ、営業と、えー、タイアップしてそういった弱点を補強するような提案を仕掛けたりとか,とかですね。当然、機器も古くなれば、はい、当然こ、えー、公開のですね。 提案もしかリアルタイムにやると。そういったところが構想してるんじゃないかなというふうに思っておりますね。そうですね。だから物を売るだけじゃなくて、いろんなことをやっていくので、お客さんからのニーズを拾っていく。で、それが先ほどの事業戦略のサービスのところですけれども、これ、あれ、今後、代理店とかの新規は着実に増やしていく感触今、戦略、重要戦略の一つとして、やはり新規のあた強力な有料パートナー。 こ,ちらこれを作っていくというところが戦略の大きな重要な戦略の一つとこ。これまでもやっぱりそのパートナーの代理店さんと仲良くやってうまくいって伸ばしてみたいな、そ,ねはい、それもちょっとネットを広げていくみたいな話になる。はい、これあの、先ほどの、今の保守の方ですけど、はいはい、300か所で360日24時間帯を。はい なんか大変そそううなんでですすけどそうですねもちろんこう、契約によってこう、例えば四時間、コールを4時間以内に、例えば駆けつけるとか、はい、これはお客様によって契約が違いますんで、そう,でね、そういった場合はまあしっかりですねあの、例えば地方であればそういったところと、例えば場合によって当社は難しければ、 え、他社、あの,はい、あの、一緒にパートナーとして組んでる、えー、業者さんの場合もありますし、うん、しっかり契約をして、えー、運用管理しております。なるほど。はい、で、そして、えっ、ー、と、B2B 向けのプラットフォームについても言及されていました。ね、あの、はい、えっと、監視カメラとネットワークセキュリティを、ね、まあまあ、これはやっぱりいろいろこう、組み合わせはあるっていう話になりますか。はいはい、そうです、ねはい、あの、今、うん、ベルカダという製品が、まあ、これもアメリカの製品ですけども、はい あの、これは入体室監視、入退室管理とかですね、あとカメラもそうですけども、いろんなあの環境センサー、例えば CO2 であったりとかですね、そういったセンサーとも連携したりとかですね、そういったオフィス環境をしっかりこう整えるような商材になりまして、かなりこれ、あの、ビルカダいう商品が、あの、海外市場では、あの、 こう、まあ、マーケットシェアを獲得しているということで、まあ、そことネットワークの部分、これは、あの、シスコ製ですけども、はい、うまく連携させて、こう、いろんなアプリケーションをさらに増やして、より、こう、MSP 的な、まあ、商材ですね。サービスをより増やして、えー、売り上げだけでなくて、えー、利益面でも、こう、伸ばしていこうということになります。はい。このタイプでいくと、やっぱりこちらもサブスクそうですね。収益モデルにはなってくる、ねはい。収益モデルはもうサブスクです。<ー>はい。なるほど。 そしてあの、もうちょっとこのご時世は人手不足じゃないですか、はい、でし社今、連結で確か500弱っていうのを先ほどおっしゃいました、うエンジニアのこともすごくい,っぱいある採用面はです、ね、やはりあのかなりきあの厳しいですし、はあまあ、そういった意味では新卒採用も、やはり当初計画からってなると、やはりちょっと少し若干こう、うなかなか採用っていうのは厳しいんですけども、まあ、ただ、中途採用なのリハーレル採用であったりとかですね。 あの、いろんな、こう、あの、施策を上げてですね、あの、中途も含めた、こう、人材、ええー、っていうのは、今、あの、増強しているというような状況にあります。施策どったよやっぱ資格取ったら、はい、なんか、インセンティブがあるみたいなこと、はい、ですね。し、はいあの、まあ。特定した、特定の資格を取れば、はい、これ、月額の報酬もですね、一部、はい、あの今年度からですね、あの、加えたりとかですね、してますし、 ただ援助だけではなくて、まあ、ベースアップですよね。まあ、そういった意味では、まあ、かなり、あの、社員のみんなもですね、あの、興味深く、あの、制度としては見てますね。はい。もう一回、あの、これ、株主の、あの、株主じゃない、あの、持ち株が入ったら、はい。5割補助はい、そうですね。聞いたことがない。あの、私もあまりないと。私も昔、あの、上場企業に一応、その時だけ、あの、5%、7%ぐらいの援助ぐらいだったんですけど、 これ社員の方に対してやっぱり,りそうですね。はい。そうですね。あのー、逆にこの制度を入れることによってですね、まあもちろん先ほども話したように福利厚生の,、はい、あのメリットっていうのもあるんですけども、あね、やはり、まあ、こういったこう今会社がこう変わっていこうとしている中で、やはり社員、若い人も含めてですね、まあ経営の一角を担うではないですけども、株価を意識したようなこう、まあ、仕事ぶりであったりとか、 そういったものも、まあ、影響がこういうことこういう制度を入れることによって、そういう目線がこうちょっとですね、はい、変わるんじゃないかなということでですね。な,なかなかあの、はい、どういうあの、ね、リターンっていうのは分かんないですけど、やっぱり社員の方の意識もだいぶ変わってくるんで、はい、そうですね。今、8割、ン0以上も、はい、あの、持ち株比率、なってますんで、あでね、はい、まあ。その前、この制度を入れる前は50%台だったんで、 まあそういう意味ではかなり、あの、興味持ってですね、すね社員の持ち株も増えましたね。はい。あと、時間2分くらいになりましたけど、まあ今、今日、株主の方とか、株主広報の方がご覧になってます、はい、あの、最後に、あの、そうです、ね、あの、とにかく今日ですね、こういった機会をですね、あの、いただいて、本当にあの、感謝しております。あの、長い間ご成長いただき、本当にありがとうございます。あの、今、当社はですね、企業価値を上げる、それとあの、事業成長、 の変革という意味では、まっただか、まっただ中にあるような状況ですけども、ぜひ、あの、今後も、あの、当社をですね、あの、見ていただいて、あの、引き続きですね、当社は興味を持っていただいて、あの、ま、あ高潮公益のですね、はい、株をですね、少しでも多く買っていただければな、というふうに思っております。はい、本日はありがとうございました。いらっお疲れ様でした,あうしたどうも。ありがとうございました。どうも、ありがとうございました。どうも。